おざす、よし部長です。いやー、秋も深まりましたね。僕の方も少し仕事が落ち着いてきたので、溜まってるね動画を少しずつ吐き出していこうかなと思います。まずはね、弱めの動画を皆さんに見てもらおうかなと思います。個人的にはね、好きなんですけどね、個人的には好きなんですけど、ちょっと内容はあんまりないかもしれないです。はい、まずはね、相談者さんの DM を読み上げていきましょう。個人的には好きなんですけどね。はい、この前辻堂駅で駐車監視員に切られて文句言おうとしたら、去り際に BBA にやられたんで藤沢署に苦情出したら、その日当直で交通総務さん対応してくれて、吉部長が部下だったと言っていました。とてもいい人でした。はい、駐車監視員が本当にこんなことするんでしょうか。また本当に吉部長の元上司だったのでしょうか。早速ね、動画の方をご覧ください。どうぞ。いやー、画質ちょっと荒いんですけど、やってますよね。確実にこれやってますよね。これね、多分くだらない内容だとは思うんですけど、どうしてもね気になってしまって、この撮影者さんに状況を聞いてみました。一応その、まあ、藤沢の管轄の件だから、はい、文句言ったんですよ、藤沢署に。ええ。そしたらたまたま、お母さんがいて、話し聞いてくれて、はい。で、外で立ち話して、で、帰ったんですけど。ええ。あ、直接行ったんですか？あ、来いって言われたんですよ、あの、駐車監視員に、文句があるなら。駐車監視員と直接会ったんですか？会いましたよ。あ、何ですかさっきのって言ったんですよ。あの、ラッキーっていうあのパチンコ屋の前で、リンゴ待ちしてて、はい。で、僕がちょっとあの、話しかけたんですよ。そしたら窓を開けて、運転手の人に話したんですよ。はい。隣のおばさん、あの、何ですかって言ったんですよ。どういう意味でやったんですかって言ったら、黙ってて、ね、なんか電話し始めて、うん。で、なんか警察呼ぶんでとか、なんかおばさんが騒ぎ出したんですよ。はい。で、なんか路肩に止めたんですけど、そこで。ええ。で、なんかあの、警察署来てくださいって言われたんで、公務執行妨害ですからとか言われたんで、おじさんの方はもうやれやれみたいな感じで、はい。なんか、おばさんちょっと変わった人だなっていう、おじさんは別になんかその、捕まってきたりとかしないし。はい、あ。おばさんが、まあ、辻堂で、はい。路中してて、駐禁切られましたと。はい、的にまああの切られたっていうか貼られたって感じですかね。貼られる前直前にあの僕階段の上でちょっと待ち合わせしてて降りてたんですよ。階段、はいはい。降りてきた時にちょうどあのプリントアウトする感じのやつで、はい、そこだけは動画撮ってなかったんですけど、はい、あれ貼る前だったら、はい、あの、セーフなんですよ、なんか。あ、そうですね。張って張り逃げみたいな感じでみんな逃げていきますからね。でもその運転手が張る前に、はい。戻ってきちゃったら、もうすぐに動かせる状態になるんで、なんか張れないらしいですよ。はい、じゃあギリギリセーフだったってわけですか？あ、セーフです、セーフ。でもなんか僕が残念でしたとか言っちゃったんですよね。ご自身も言ったんだ。あ、言いました、言いました。そこで喧嘩売ってるような感じになってるかもしれないんですよ。ええ。で、まあ、おばさんがそれでムッとしてたのはわかります。戻ってきて、もう、鍵をピピってやったんですよ、もう、貼られる前に。ええええ。
いるよと合図するために。そうですそうです、ピーピーって言って、まあ、ミラーがバーって開くじゃないですか、はい、車によっては。ええ、それでなんかあの向こうも気づいたんで、はい、おじさんの方はもう諦めてたんですけど、おばさんは、はい、なんかちょっと張ろうと、おばさんが機械を持ってたんで、うん、張ろうとする時にビリって破くか破かない時に、あの機械からこう切り離す感じですよね、はい、その時に僕が残念でしたって言ったんで、はい、でなんかムッとして顔表情をなんか打ってたのが分かるんですよ、はい、でなんか言ってったんですよ最後。あっちがですか？そうです、おばさんが、はい、でなんて言ったのかなと思って僕追いかけててコンコンってやったら、はい、あの下マークやられちゃったっていう。なるほど。地獄に落ちろ。僕も悪いんですかね。まあそうですね。僕も人間ですからね。はい。きっかけを与えてるとは思いますけどね。怒らせるきっかけを与えてますよね。はい。まあまあそうですね。うん。まあでもそこはあっちも仕事中だし、それを感情にしちゃね、いけないですからね。直接はその神奈川県警の本部が、はい。入札で、業者から、はい。なんかその仕事を与えてるような感じだから、うちらは直接はそんなに、関係ないけど、その管理する立場にあるとは言ってます。警察官がバカとか、はい、親指を下に向けるようなジェスチャーは、はい、絶対しないでしょって。まあ基本的にはしないですよね。アンガーマネジメントみたいなのは、ある程度はできてるとは思うんで。そうですよね。もう、こらえてくれないかなっていうことで、はい、言われたんですよ。苦情言ったとってしょうがねえやみたいなとこあるかもしれないですからね。まあなんか、今日言ってたんですけど、はい。なんかあれは公務執行妨害の要件に当てはまんないって言ってました。いや、あの、暴行脅迫してないんで。あ、そうなんですか。はい。公務執行妨害の構成要件って、成り立つ、はい、あの、いろいろ動作があるんですけど、全くだって別に妨害してないじゃないですか。はいはいはい、してないですよ。ただ話しかけただけですね。ですよね。で、どういう意味ですかって質問もしただけで、はい。そしたら、そこで公務執行妨害ですよって言われたり、まあ、警察呼ぶとか言われたんですけど、やっぱり来てくれって言われたみたいで、うん、で向こうから来てくれって言われました。まああれですかね、旦那さんと喧嘩でもしてたんですかね。かもしれないですね。だいたい新職質対抗ステッカーベースで販売中。これは持ってた方がいいと思うな。まあ今回はどっちもどっちな感じしましたね。はい。まあでもやっぱり駐車監視員さんは仕事中ですからね。ね、あの元上司も言ってたみたいですけど、やっぱりねこう感情をね勤務中、うん、やっぱ人に対してね、表しちゃうのは良くないんじゃないのかなって僕は思いましたけどね。皆さんはどう思いましたかね。はい。今回駐車監視員さん警備会社から派遣されてみたいな話を、まあ、僕の元上司が言ってたみたいなんですけど、その元上司非常にお世話になった方なんで、その方の顔を立てて、どこの会社かっていうのは伏せたいと思うんですけども、横浜にある警備会社さんでしたね。で、ちょっとこの駐車監視員ってどういう風になるのかななんてちょっと調べたりしてみたんですけど、求人サイトでバイト募集してんですよね。なんか日当で1万円とか1万5千円だとか、まあそんな感じで、ちょっと講習受けたらなれるっぽいですね。はい、あ。なんか僕もなんかやってみたらなんて奥さんに今茶化されたとこだったんですけど、まあね、皆さんも興味のある方、ぜひバイトしてみてください。まあ、そうですね、雑談にはなるんですけど、ここの女性はね、どういう気持ちでね、駐車監視員になろうかななんて思ったんですかね。ちょっと助手席に座ってね、機械になんかこう違反車両打ち込んでさ、出たやつペタって貼っときゃさ、なんか終わる仕事みたいに思ってね、応募したのかもしんないんですけどね。まあ、今ほら、警察もさ、職域拡大なんつって、女性の職域拡大なんつってね、いろんなところにこう女性職員とかをさ、投入したがるんですけどね。例えばパトカーに女性警察官今2割ぐらい乗ってたりするんですよ。ね。今でこそあまり珍しくなかったんですけど、当時は全然いなかったですよね。まあそうやってね、どん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 こう女性を
その警察業務に当てようとするんですけど、まあ、この駐車監視員もそうですけど、あんまり女性にはこのね、警察業務っていうのは不向きなんじゃないのかなって思うんですよね。まあ、これ個人的な意見ですけど、まあ、もちろん女性が必要な、部署もあるんですけどね。ただこの外仕事っていうのはさ、やっぱりこう輩だとかさ、ちょっとこわもての人と対峙する時だってあるわけじゃないですか。まあ、なんでね、やっぱり男性じゃないとちょっとうまいことこう対応できないんじゃないのかなっては僕は思うんですけどね。はい、ということでね、まあ、だいぶ今回の動画はあまり刺激が弱かったかもしれないんですけど、まあ、最後にね、ヨッシー部長と1年間パトカーに乗った、後輩が YouTube デビューしてたんでね、その動画を皆さんに見てもらおうかなと思います。彼はね、怒りの感情コントロールが非常に上手で、どんな現場でも、怒ったりしない非常に優秀な警察官でしたので、そちらをね、皆さんに見てもらって今回の動画は終わりたいなと思います。僕とはここでお別れとなります。また次回の動画で会いましょう。おざしゃ、お願いします。ごめんなさい。この格好できたもん。はい、すみません。この格好